はい、ダービースタリオン3実況始めていきたいと思います。今日もね、ゆっくりまったりと始めていきましょうね。開始52年目、出来すぎくんのね、菊花賞が終わったところですね。この伸び伸びたね、期待なんですけど、まあ、希少難ということなんで、のび太くんもね、千馬を視野に入れていきたいですね。のび太くんが千馬ってね、なんかね、しずかちゃんは予後不良だし、申し訳ないんですけど、のび太くんにはね、千馬になってもらいたい。さて、サクッといきましょうね、クリアまで。現在、あと6勝ですよね、G1 ね。朝日杯と皐月賞、ダービー、菊花賞、宝塚記念、あ、違う、安田記念、宝塚記念ですね。あと1、2、3、4、5、6勝です。サクッといきましょう。出来すぎくんはね、菊花賞欲しかったですね。もうちょっとうまく乗ってくれればね、玉木ジョッキーか、もうちょっとうまく乗ってくれればチャンスはあったと思うんですけどね。そうですね、リアル競馬、昨日ローズステークスありましたけどね、また負けてしまいました。もうね、今年どうなってんだというぐらいね、調子悪いんですよね。もうね、未だ勝つないぐらいの絶不調の年間回収率ですね。勝ったのがタッチングスピーチ、2着にミッキークイーン、ペースがね、流れて追い込み決着になりましたよね。レッツゴードンキね、まあ、今回、スローで逃げるのかなと思ったら逃げれませんね、このままゆっくりとね。おそらくね、秋華賞もスローペースは作れないと思いますね。だから今回ね、早いペースで逃げて4着っていうのはね、実力があるということを知らしめたんですが、まあ、この4着を受けて本番の秋華賞でね、人気落ちるかというと、そんなに落ちないと思うんですよね。僕はだから人気落ちなら買いたいんですけど、人気ならね、このまま京都内回りといえどもね、流れたペースで逃げて残るほど力あるのかなといったら、まあ、疑問なんですよね。ゆっくりめで逃げれるってことはないと思います。わからないですけどね。まあ、ミッキークイーンあたりは、まあ、ね、前哨戦としてはいい前哨戦になったと思うんですけど、勝ったのがタッチングスピーチ、これね、フロックではないと思いますね。ただ追い込みの馬なんで、秋華賞はね、直線が短いんで、同じような競馬で突っ込んでくるかといえば難しいですよね、ミッキークイーンにしてもね。ただこのね、昨日の阪神の馬場で33秒台の末脚っていうのは、この2頭やっぱり強いと思います。力あると思いますね。当選ビクトリーあたりもね、前走1000万クラスで勝ってきただけあって、この前も実力あると思いますね。まあ、決闘が決闘だけに、馬体もね、見栄えしますし、やっぱ兄弟似てますよね、馬体が。まあ、墨級者ということもあって、がっしりとした骨格の、見栄えする馬体の馬ですね、当選ビクトリー。これ買いたいですね、本番でも。まあ、あとアンドリエッツですか。アンドリエッツね、6着なんですけど、本番出れるんですかね、賞金的に。出れたら買う予定なんですけど、まあ、この馬あたり、次人気落ちると思うんでね、まあ、出たら買います。さて、ダビステやっていきましょう。これね、勘違いしてたんですけど、伊坂ジョッキーじゃないですよね。飯田ジョッキーですよね、これ。僕よくね、坂とね、板って間違えるんですよね。だから間違えて伊坂ジョッキーって言ったんですけど、飯田ジョッキーですね。言いにくいですけど。そしてね、力士マンをね、千番にしようと思ってたんですけど、藤枝厩舎で千番にするにはね、4歳にならないとできないみたいですね。3歳のうちに千番になれるのは、森山厩舎だけみたいです。そういうわけでね、力士マンはね、1勝目指しましょう、とにかく。1勝先にしておきましょう。
そして4歳になってから千羽にすることを考えましょうね。だからね、この喧嘩マンがね、未勝利戦で負けてしまったんで、まあ故障も発生したんで、朝日杯は間に合いませんよね。そしてね、千羽って言ったらね、クラシックおそらく出れないんですよ、当時は。だから皐月賞も無理だと。というわけでね、活躍の場がないんですよ、今後ね、喧嘩マンも。始めていきましょう。サクッといきたいんで。全然サクッといってないな。出来すぎくんはね、福島県あたり行きたいな。ちょっと状態が落ちてるんで。まあ、これいいですね。アルゼンチン共和国杯行きましょう。アルキョウ。玉木ジョッキー乗ってくれますよね。やっぱり無名のジョッキーの方がね、継続して騎乗してくれるんで。リキシマンは496ですね。セイヤはね、ここらで重賞出して、重賞ないですね。府中山菜ステークスか。トースポ杯はない頃なんですかね。この後に朝日杯ですね、狙いましょう。まあ喧嘩マンはね、残念ですね。府中山菜ステークス、マテリアルが出てきた。厳しいかもしれん。あれ出てきた？うちですね。私立的には負けてますよね。これ難しいところですね。まあ先行できましょうか。先行でいこう。今日はセントライト記念ですけどね、パッドにはもうちょろっとしか残ってないんで、もう買いましたけど、前売りで買いました。このね、実況している間にね、決まるんじゃないでしょうかね。リアルタイムでは見ないんで。さて、この位置から前行っていいよ。競り合ってほしいな。競り合ってほしい。あ、バツだ。やっぱり残らんね、前から。マテリアルの素足、さすがやな。まあ、ちょっと朝日杯はね、まだ成長途上なんで、厳しいところあるかもしれませんね。アルキョウ落ち着いてるね。よし、まあこの印ですよね。ハンデが57っていうのはつきすぎだろうよ。いくらなんでもさ、戦国シルバーが54キロだよ。ちょっとつきすぎだよね。先行できましょう。戦国シルバーって言ったらね、まあ足毛なんですけどね、ほんと真っ白な馬だったんですよ。白毛と言っていいぐらいに真っ白な馬でね、まあ、そこそこ、ね、重賞も確か勝ちましたし、僕は好きだったんですよね、戦国シルバー。懐かしいですね。すごい可愛らしい馬でしたね、戦国シルバー。ちょっと引っかかってるね。出遅れたのこれ。出来すぎくんはね、おとなしい割には希少なんですよね。一番競走馬に向いてないタイプのような気がするんですが、これもうバテてるよね。故障ってことないよね。
ちょっとわからないな、この出来すぎくんの性格は。出来すぎくんの性格はわからない。頭いい人って性格わからないですからね。頭いい人で性悪は立ち悪いですからね。偏見かもしれませんね。やっぱ戦国シルバー、戦国シルバー灰色じゃないよ、真っ白にしないと。まあブービーですね。ちょっとハンデ重すぎだよ、57キロってさ。治ってきたと、喧嘩は。まあもう無理ですよね。一勝しておいて格上挑戦で無理ですよね。格上挑戦で朝日杯なんか挑戦できませんよね、ダビスターでは。またダートか出しましょうか。ひょっとしたらね、格上で出れるかもしれないんで、それ狙ってみましょう。ミッキーでいいですね。イケメンのミッキー、調教師ですけどね。また崩した力士マン、ちょっとちょっとね、ね、体弱いな。喧嘩マン入れ込んでると一番人気でもないと。まあ先行でいきましょう。ちょっとね、無理しすぎですね、これ。まあ、朝日杯は早めにね、諦めた方が良かったかもしれないですね、これ。こういうのがね、やっぱり調教師の腕だと思うんで。うまくいってないですね、この調整はね、ちょっとね。申し訳ないです。勝負根性だけで上がってこい。まあ、中割ってこい。割ってこいよ。割れないよね。ミッキー。ミッキー。ほんとこれついてないな。まあ、ダートが向いてないんですかね。喧嘩マン。ちょっとこれ、休養出しましょう、ちょっと。仕切り直しですね。まあ、早熟なんでね、早いこと結果は出さないとまずいんですけど、まあ、選手戦に期待しましょう、采配は。力士マンもちょっと、厳しいですね。これは放牧ですね。さて朝日杯、まあ、この状態で出すしかないですね。394キロって本当にね、ガサのない馬ですが、チャンスはないか。藤田重機乗ってくんない。乗り換わりはやっぱノリさんかな。クセ馬にはノリさん、まあ、聖夜はクセ馬ではないですけど、ちょっとね、調整ミスりまくりですね。ダイナマイトダディ、北斗ヘリオス、この辺が相手だったら勝てるんだけど、勝てるというかね、チャンスあるんだけど、ロイス&ロイス、エルウェイビー、外枠ですか。入れ込んでるか、もうこんな肝心な時で入れ込んでるからな。先行でいきましょう。厳しいな、ダビスターも厳しいな。うまいこといかないですね。喧嘩マンあたりね、朝日杯出れたら一
一番人気になると思うんですけどね、あの、まあ、かかってますね、セイヤがかかってる。まずいな、これこれは直線まで持たないですね、これおそらくね。さあ逃げ切れ、先頭はセイント・セイヤ、逃げ切れ、根性でついてけ、根性で、根性でついてけ、お前。あ、離されたか、しゃあないね。エルウェーブこんな強いんや、エルウェーブこんな強かったっけ。エルウェーブって言ったらね、朝日杯実際に取ってるまでね、ビア早ヒデに勝ったんですよね。それから故障してしまってね、無事に行けばクラシック取れたんじゃないかとか言われてましたけど、外国馬だったかな、エルウェーヴィンって言ったら。難しいですねこれ。セイヤはちょこれも報復出した方がいいかな。リキシマンはね、1月の2週に芝戦あったと思うんで、それ狙いましょうかね。まだか、できすぎくんはいけるよね。あ、そうか、確かめないといけないですね、コメントをね、伸び伸びたの。喧嘩マンも入球ですね。喧嘩マンもダートは使わないよ、本当にダートは使わない。やっぱ状態落ちましたね。報告出しましょう。リキシマンは2週2日出すよね。8着、ね、以下に負けたら1000番の誘いが来るっぽいんで、喧嘩マンは508キロか。喧嘩マン出したいんですけどね。全部ダートだ。全部ダート。二頭出しできましたっけ？こっち使いたいですね。シワを使いましょう。ノリさんで。ちょっと急仕上げですけど、大丈夫ですかね。不安だな、ちょっと。1008だしね、折り合えるかどうか。リキシマンは別にね、芝にこだわる必要はないんで、ダートでいきましょう。やらずのイータさんですね。逃げるのがいいかな、ひょっとしたら。出来すぎくんも早いね。この馬あたり、まあ、AJC 杯あたりですかね。
落ち着いてるやん、落ち着いてるよ。まあ、追い込みできましょうかね。たまったら怖いんだけどな、俺やって。勝たなくていいからな、イータ、イータジョッキー。折り合ってるね。折り合ったらちょっと来るんじゃないかな、ひょっとしたら。逃げるのが良かったかな。今3時半ぐらいなんで、もうそろそろね、競馬の方が、センターアウト記念の方が発送の時刻ですね。地獄じゃない、地獄です。来ないでいいよ、ね、来ないでいいって。そっからバテろ。そっからダダ滑り、8着以下。8着以下。やっぱ能力あるんだよね、この馬ね。うん。なんか今日は思い通りにいかないな。もう21分も経ってますね、これ。今週で終了ですね。ここ勝ってほしいんだけどさ、落ち着いてるね。一番人気、まあ芝に戻ったんでね、先行でいきましょうか。ためた方がいいかな、まあ、先行でいきましょう。俺あとし、まあ落ち着いてたんでね、パドックが。逃げてもいいよ、逃げたらね、それなりに折り合いつくんで。どうかな、不安だな。18っていう距離自体不安だからね、やばいなこれ。超ハイペース。超ハイペース。ピンクの帽子が垂れてくれたら勝ちそう。あの突き放したね。やっぱ強いね。強い。これは強い。これが実力。楽しみですね、今後ね、ケンカもね。これは強かった。今のは強かった。久々に見た。悶々とした、ね、空気を払拭してくれましたね、うん、今回はこれで終了しますね。まあおそらくね、皐月賞出れないと思うんでね、千葉は。というわけで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。